先生、決断力を上げるコツを教えてください。決断力、とにかく大事なのは判断の基準をいっぱい持つこと。漏れなくダブりなく、これとこれとこれを考えればあとは答えを出すだけだみたいにね、答えを出す前に判断の基準を漏れなく持っておくと安心して答えが出せるから、ぜひね最初に考えてみるといいです。どう、決断力上がりそうな感じします？なんとかやってみます応援してます。少しでもためになったらいいね、フォローよろしくお願いします。